こんにちは。若干今緊張しておるんですけれども、これからですね、前々から予約をしていたCOVIDのワクチンを打ちに行くという日なんですね。で、登録は前からしてたんですよね。なんですけども、その順番が回ってくるのがお医者さんとか消防士の人とか、なんか順序があるんですね。あ、順番があるんですよね。なんかこう優先順位みたいなやつが。で、ようやく自分のその30代後半の人も打っていいですよという順番が、まあ、回ってきたんだと思うんですけれども、それによってですね、Eメールもらいまして、で、いつでもこうスケジュール作りますよというようなことで、スケジュールをしたんですよね。はい。で、1回目はですね、スケジュールやったんですけども、電話が来てですね、もうその日のアポイントメント、スケジュールはもう全部キャンセルになったということだったんですよね。で、その時打つ予定だったのがモデルナだったんですけれども、またもう一回スケジュールやり直したら、今度はファイザーの、ワクチンになったということなんですよね。もう一回予約取り直してねと言われて、もうすぐ、もう日時決まりましたので、大きな混乱はなくというところでしたね。で、妻はもう一足先に、土曜日の日に、受けて、で、一応副反応というか副作用っていうんですかね、っていうのは、まあ、その打った場所が痛いと、少し、ぐらいで、まあ、あと少し、いつもよりは眠いというような症状だったので、まあ、そこまでは、まあ、大きな反動みたいなのはなかったのかなと、っていうところで、まあ、自分にもそんなに、まあ、大きな、副反応というか、まあ、そういったのはないだろうなと、今予想しているところなんですけれども、これからですね、一応2時に予約したんですけども、まあ、15分前に来てくれと、いうことで、今15分前に到着をして、これから中入るところなんですけども、まあ、できる限りこうカメラ撮っていきたいなと思うんですけれども、もうカメラダメってなってたら、まあ、ダメってことですね。はい。じゃあちょっと行ってきますね。はい。じゃあ今帰ってきました。で、車の中ですけども、ちょうど2時に建物に入って、で、今着いたのが40分後でしたね。で、でも中で15分間は待ってました。なんかそれは気分が悪くなったり、アレジーですか、なんかアレルギーの反応だとかっていうので、まあ一応そのお医者さんがいる広いちょっと大広間で、で、そこで15分待ったんですけども、まあ全部通して40分ぐらいですかね。はい。まあまあ待ったっていう感じですね。長い廊下で15分ぐらい。待ったっていう感じですけどね。まあ、二箇所ぐらい、なんかこう、登録っていうかね、予約ありますかとかっていう、なんかそういうのがあって、っていう感じだったんですけども、まあ、注射自体は、もう全然痛くなかったですね。まあ、10あるうち、1もいかないぐらいですかね。なんかもう、針はなんかすごい、細い針だったんですけども、それで打って、そのお医者さんみたいな人が、大丈夫、緊張してるみたいなこと言われて、ちょっとまあ、いろんなビデオ、見ましたんで、って言ったら、なんかもう、なんかこう、鼻で笑われたような、感じだったですけども。まあ、今のところ、全く違和感はないということですね。まあ、ただ、これから、どうなっていくかっていうのは、まだわからないんですけども、打った直後の感覚としては、全く何も感じないというようなところですね。でですね、なんかいろいろ確認されたのは、これからまた3週間後に、2回目の注射を打たなければいけないんですけども、そこのあたりはね、その打つお医者さんと、で、登録した場所ですよね。そこで結構厳重に確認させられました。なので、次はまた3週間後の同じ時間にまた打つといったような感じですね。で、こういった紙をもらって、で、ここに次の日とか、書いてあるんですけども、まあもしかしたら、こう2回目打った後は、まあ、巷で言われてるような、バクシンパスポートっていうんですかね。打ちましたっていう証明ですかね。そういったのももらえるのかもわかりませんね。まあ、これは2回目打った時の、まあ、お楽しみということですね。はい。で、今、あれからですね、5時間、経過したんですけれども、今ちょうど夕飯時なんですけども、結局、打った後はそんな全く痛みなかったんですけども、今、その5時間経った後ですね、若干ですけども、インフルエンザの時の
予防接種受けた後、インフルエンザの予防接種って、受けたもう直後からなんとなくこう、痛いっていうかなんか違和感があるような感じになるんですね、私の場合は。なんですけども、今回のこのコロナワクチンの場合は、打った後は何にも症状とかなんかこう不快感はなかったんですけども、だんだんとこう時間が経つにつれて、なんかそのインフルエンザの予防接種のような、ちょっとこう、なんかここになんか異物があるなというかね、なんか混入されたなっていうようなね、痛みじゃないんですけども、なんかちょっとこう、なんか当たるとなんかこう、なんか不快感があるなっていうね、そういう感じに、今なってますね。一応はですね、こう48時間ぐらいはなんかこう、副反応っていうんですかね、なんかそれのなる可能性があるみたいな、そういう感じなので、まだたった今5時間しか、経ってませんですけども、今のところ、こんな感じですね。ですんで、もう打った直後はね、もう何の反応も示せなかったので、もうちょうど髪も切りに行って、調子いい感じですね、今のところは。はい。なので、また今後何かしらの変化があったら、こまめにビデオを撮っていこうかなと思う次第です。はい。ということで、今回の動画はここで終わります。さようなら。